次の試合は高広椿対船楽ね。荒くね椿、お互い使い手が少ないレアキャラ同士の対戦、見ていきましょう。まずはチャージにジャンビをかぶして、あ、うめえ、一発ダクイン、え、マジで画面端クマラクネがいきなり見せてくれました。ジャンシーの高速集団、さあロックして、ラクインゲージを50貯めて、おっき攻め、ガーフっぽいフラッシュトリガー入れて、最後は車輪、クマラクネが強い。やはり1回ペースをつかんでしまうと、いかに昇竜があるというのも一瞬で試合が決まってしまう荒くねの爆発力。ロッキングウェイは飛んでいる、きっちり西を押したけどバット、チャージジャニット追いかける、ロケは届かない、霧に当たってしまって荒くねの時間が始まる。虫を操り椿を好きに動かせない、西我慢して我慢して、シュラン、しかし荒くねのターンが終わっていない、切り出してゴミ空中ヒットだったのをきっちり見ている、エリアの間違いで駒投げが飛んでいる、ガードも硬い不満ですね。犠牲バックステリ競技、防御の使い分けが非常にうまい、ラクイーンガードして、ガードしてめくりは無理だった、表裏から、しかしまだまだあるぞ、西きっちり上を見ている、この対空性能の高さ、これが高広椿、ジャミット切り出して、キーセウガキャン追いかける、捕まえたいぞ高広椿側、うまくね、うまく椿側の動きをいなして、じゃあ、クラゲ抜ける、投げオーディー使って時間が止まる、バーストも使えない、最後の最後まで試合は終わっていません。高広椿が粘りを見せて一本取り返してファイナルラウンド、まずは切りを出してゴービーがヒット、君は気にしまう、恥の椿のラッシュが始まると思いきや護衛で切り返す不満なくね、カミューと切りを出して画面恥を出す、西まで繋いで6人ラクインスタート、下段カードしてめくり、またもこのめくりでカードを崩してガフっぽい、ミエがヒット恥なので一発楽インですよ、ゲランガード中断、車輪からバースト警戒コンボだった勝ったな不毛楽で、ね、